します。どうか私を信じてください。そして本物を取り返していただけないでしょうか。明日の夜7時までに。格の違いってやつを教えてやる。さあ行くぜ。面白え。やつらの餌食になりな。遠慮はいらねえ。噛み砕いちまいな。噛み砕かれるのはお前の方だ。バカな。あれだけの数を一瞬でどこへ消えやがった。ここだ。スネークバイトからは逃げられやしねえ。このままもう少し力を込めればどうなると思う？死にたくなければこれ以上俺と銀次の邪魔をするな。いいな。俺と銀次仲間ぶりやがって。知ってんだぜてめえが本当はどんな野郎なのか。銀次は俺らにとって必要な男なんだ。てめえみたいなやつとつるんで奪還やなんだやってちゃいけねえんだよ。要するに邪魔をやめる気はねえってことか。当たり前だ。分かった。動くな。動けばこの糸がお前の手首を。カズキか。余計な手出し。てめえが糸のカズキか。噂ぐれえは聞いてるぜ。引いてください。御堂番、僕は戦いに加わる気はないが、指導を殺させるわけにもいかないのでね。いくら君でも僕と指導を同時に敵に回そうとは思わないでしょ。俺は構わねえぜ。二人まとめてやってやる。なんてね。本気にすんなって。俺は殺し合いをやりに来たわけじゃねえ。バイオリンを奪還できればそれでいいわけ。はいはい、こちら無敵街道爆心中のバン君です。あ、バンちゃん聞こえる？おお、銀次か。まどかちゃんがターゲットを見つけたから今から奪還に向かうね。あ、了解。すぐに俺も行くわ。てなわけで失敬。わからない男だな。何が？逃げたんだよビビって。それだけだ。しかし野鳥の眠りを覚ますあのさっき、ただごとじゃなかった。もうちょっとだったんだ。邪眼も使い切らせたし。ともかく俺は引かねえぞ。大切な獣たちがやられたんだ。あんな残虐野郎と銀次をつるませておくわけにはいかねえ。あの野郎、一匹たりとも殺さねえで。確かにわからねえ野郎かもな。ねえ、罠じゃない？ヘブンさん、重いです。うっせ。あそこから聞こえたの、バイオリンの音。はい、間違いないと思います。やっぱり罠よ。ここはバン君が来るのを待って、じゃがんでなんとか。あっ、ちょ、銀ちゃん。大丈夫。俺にいい作戦があるんだ。バンちゃんが来る前にさっさとゲットしちゃおう。あれ？鍵もかかってない。あっ、なんだよ、中にもう一枚扉が。うわっ！銀ちゃん！石切流動。銀ちゃん！こいつ通称アンデッドっていう守り屋よ。なんで守り屋がここにいんだよ。壁壊れてますけど。だから言ったのよ、罠だって。本気で行きましたけど、どうですか？こいつ弱点ないの？私に聞かないでよ。ケンジさん、いたぞ、あそこだ。ケンちゃん
なる予定より早いけど作戦結構しかないや。よし、ブレーカーが飛んだ。わかるかい、まどかちゃん。はい、気配で。案内してくれる？ちょっと待ってください。うん、えっ、な、何？あ、銀次さんをいじめた人に仕返ししたんです。弱点ありました。痛いらしいわよ、それ。ひでえ。バンさん、夏美ちゃん、じゃあこの石頭は俺だ。銀次の野郎、やりやがったな。ごまかすな。銀次さん、ヘブンさん、こっちです。もしかしてここに？はい。素晴らしい演奏。確かにあなたは天才かもしれない。でもやはりあなたにそのストラディバリウスはふさわしくないわ。やれやれ、頼りにならない連中だ。私のストラディバリウスを返していただきに来ました。マドカ君、君は少し誤解しているようだね。これはもともと私がもらい受けるはずだった楽器なんですよ。先生はあなたにそれを託す気持ちはありませんでした。たとえ私がいなかったとしても。おお。先生はおっしゃっていました。あなたの技術は弟子の中でも最高のものだった。でも私の奏でる音は心に響かないと。え、持っていきたまえ。どうして？それを手に入れたら心に響く音も手に入るかと思っていた。だがそれは幻想だったようだ。阿久津さん、明日、いやもう今日か、ビスコンティ先生がお忍びで君のコンサートを聞きに来られるのだろう。はい。いい演奏をしてくれたまえ。病に侵されてる先生が命を削って来日されるのだからね。はい。いやー、よかったね、まどかちゃん。さ、行こう。よろしいのですか、俊介様。覚えているか、黒部、私がイタリアに渡った時のことを。はい、旦那様の反対を押し切って15年ほど前になりますか。ヤクザまがいの悪徳金融の後を継ぐのが嫌でね。本気で世界一のバイオリニストになるつもりだった。20世紀最後の巨匠と言われるアントニオ・ビスコンティに師事し、5年でイタリアの小さなホールでコンサートを開けるまでになった。その頃だったかな。興行を仕切るマフィアとの付き合いが始まったのも。そして気がつくと暗黒街の顔役になっていた。軽蔑していた親父以上の。俊介様、あの音羽まどかという少女は私にないものを持っている。私がどうあがいても手に入れられなかったものを。少々惜しかったのかよ。私流のやり方で型をつけるのかな。だがどうやら決心がついた。受け入れがたい不快感を取り除く方法はやはり一つしかないようだ。冬木指導からの連絡。停電前に一度奪還屋の一人の切り札らしいジャーガン、その3回の限度を使い切らせたそうです。そうか。ただあの男、俊介様のお考えを知ったらどう出ますか。そういう時のためにお前がいるのだ、黒部。親父のために無数の敵を葬り去ってきた。お前たち兄弟の凶悪な腕は錆びついていないはずだが、邪魔する者は容赦する。ストラディバリウス者とも、あの娘を闇に葬れ。かしこまりました。
国外のマエストロとか言うからすごい悪いやつかと思ったけど、意外といい人だったね。本当にそうだといいんだけど。いってこのてめえ。バンちゃん奪還したよ。そうね、マドカちゃん。はい、無事に。おっしゃ、奪還した。これで奪還料ゲットだぜ。現金ってバンちゃんのためにある言葉だね。こっちからも来たわ。囲まれちまったぞ。一丁派手に行くか、銀次。だね。ヤッホー、カモン。行って、まどかちゃん。はい。おい、二階だぞ。大丈夫です。逃がすか。はいやー。行きます。ナイス、まどかちゃん。高いとこダメなんだ。うたうた言わない。おお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 お。テントウムシ君隠してるところまで走って逃げるのはさすがに疲れるもんね。ありがとう、菅原さん。いえ、ご無事で何よりです。それよりストラディバリウスの方は。ええ、この通り無事に。そうですか、それは何よりです。あ、悪いけどここら辺で俺たちだけ降ろしてくんない？はい。じゃあ、あとよろしくな、おっさん。はい。はい、今奪還屋が車を降りました。計画が変更になった。ストラディバリウスもろとも娘を葬れ。はい、兄さん。銀次のやつ、あんな連中とつるんで何が楽しいんだ。いいんですか、あのまま行かせて。君の仕事はストラディバリウスを守ることでしょ。いつでも帰ってくるんだよ、あれは。俺が望めばな。どういう意味です、シド。依頼人の女が連れていた犬だよ。あの盲導犬、確かモーツァルトって。あいつはもう俺の仲間だ。屋敷の中で会った時からな。俺が命じればモーツァルトはいつでもバイオリンを届けに来る。俺の獣笛は2キロ先まで届く。こうやって笛を鳴らせば俺の勝ちだ。吹かないんですか。聞いてみてえ気もしてな。ストラディバリウスとかいう楽器をあの子が奏でるのよ。ま、仕事は仕事だ。ん？じゃあ僕はこれで。おう。なんだよ、黒部のジジイか、脅かしやがって。心配しねえでもバイオリンはこれから終わりですよ。あ？俊介様は考えをお変えになった。もはやストラディバリウスに用はない。あの少女と共に葬れ。ここからは私の仕事です。始末や黒部一馬のね。あの子には奪還屋がついてるんだぜ。やれんのかよ、てめえに。あの二人が。あの二人なら車を降りたという報告がありました。ジジイ。ほほう、やりますか。殺させやしねえぞ、この俺が。おったか。遅いわ、今頃向かってもな。本当にご無事でほっといたしました、まどかお嬢様。私が音分けに参りましてからたった半年の間に、ストラディバリウスのすり替えやら旦那様の急病やら悪いことが続きましたから。そんな、菅原さんのせいじゃ。それが全てはこの私のせいなのです。奪還屋にご依頼に行かれるというので不良どもを使ってご忠告差し上げたのに、こんなことになって残念至極です。菅原さん。菅原ではございません。本当の名前は黒部つぐまと申します。
阿久津俊介様のお父上の代よりお使い申し上げている始末屋でございます。まどかちゃん早く逃げ、開かない。こっちもだ。おやすみなさいませ。すぐにあなたも後を追わせて差し上げます。無駄ですよお嬢様。これは御節痕と申しまして、ムカデを模して作られた武器。この鍵に捕まるとズタズタになってしまいますよ。菅原さん。黒部つぐまです。ではおやすみなさいませ。お嬢様。向かで なんだこりゃ。助けて兄ちゃん。ジャスト1分だ。いい夢見れたかよ。え？お前たち夢だと。俺が車を降りるとき窓からあんたと目を合わせたろうが、あの瞬間あんたは邪眼の幻影の中に迷い込んだのさ。現実時間ではたった1分の長い悪夢の中をさまよってたわけ。でもどうしてわかったんですか、菅原さんが悪い人だなんて。最初にジョーちゃんが依頼に来た時、先回りするみてえにポールの店に来てやがったろ。で、今夜も同じパターン。そんな偶然は二度も続かねえ。とりわけ俺らが生きてきた世知辛い世界じゃな。これが邪眼？邪眼だと？指導！てめえ、どういうことだよ。邪眼は24時間に3度までじゃ。おお、これで3度目だぜ。俺は見たぞ。てめえが邪眼を鳥どもに使うところ。それが邪眼だったのさ。まさか。そう、お前は最初に俺と目を合わせた時から邪眼を二度使うっていう幻を見てたわけ。どこだ、一体どこまでが幻だったんだ。さーて、どこまででしょう。このペテンシ野郎が。ペテンシは貴様の方だ、この裏切り者が。この不始末は死に値する。黒部一馬が血の制裁を下してくれようぞ。けっ、アホらしい。俺は奪還屋となんかつるんでねえ。帰らしてもらうぜ。シド、手を貸してくんないかな。調子いいんだよ。俺らを置いてそんな野郎と奪還屋なんぞ始めやがったくせして。あの後ボルツがどうなったか分かってんのか。ごめん。そんなお前をあの二人は絶対認めやしねえぞ。カズキや、この俺が認めたとしてもな。シド。おいミドーバン、てめえあんなんで勝ったと思うなよ。今から俺の本気ってやつを見せてやる。好きにすれば。けどそいつは俺みたいに優しくなさそうだぜ。チャルカ112体何どうりゃ。何でもシドは森の民って言われる先住民族マリウドの末裔とかいう話で。切り札行かせてもらうかんね。さあ今のしよう。貴様らは俺が逃がさん。あら、おバカさんね。
おとなしくしてた方が身のためなのに。そういうこと。おれうっと五節剣術五行集だ。この根が伸びるのを知らずに油断したな。駒のように回り引き裂かれろ。鎖が切れた。あんたさ、本当にあいつの弟？全然似てねえな。ああそうか、髪の毛があるから似てねえんだ。エクバイト！